さあ始まりました。はい、加山達也と大館家の師匠同士第63巻おめでとうございます。おめでとうございます。新年2013年一発目の、いや2発目です。いや収録がね、収録はね、そうそうそう、言うてるでしょ。だって言うてる言うてる言うてる、収録は収録下手したら年明けてから会いました。年明けてから初ですよ。あなたと会った？あなたと会ってない。え、いつの時代のタイトル？あなたと会っていない。いや、初ですよ、初ですよ。今日初めて会ったね。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今やるっていう。ヘビ年です。ヘビ年ですね。え、はい、そうですよ。新年、2013年初収録ね、一番最初の収録や。そうですよ。ちょっと俺ミンティア入れすぎた。辛い辛い辛い、間違えた。収録前に間違えたわ。そうですよ。いや、ちょっとガルベスだけいいですか。あ、じゃあどうぞどうぞどうぞ。すいません、はい、もう真面目な告知なんですけど、はい、真面目な告知っていうのもおかしいですけど。告知は真面目なもんやから、ね、そうやな、うん、僕もしかしたら、はいはい、多分先週放送分で多分しとかなきゃいけなかった告知で、うん、一周遅れちゃったんですけど、はいはいはい、2月ね、うん、2月13日か、ちょっと先なんですけど、はいはいはい、2月13日に、うん、僕が歌詞ね結構書かせていただいてるユーキスの、うん、新しいシングルがリリースされるんですよ、はい、アローンっていう曲なんですけど、結構あれですよね。え、はい、前いつでしたっけ。12月の、いつだったかな、12やったかな、はい、で2月、2月の13です。なんかつい最近の気がしますよ。いや、でもつい最近ですよ。僕もそんな感覚ありますもん。ですよね。うん。で、それが、まあ、リリース自体はちょっと先なんですが、はいはい、実は1月の8日、うん、はい、もうやから過ぎてるでしょ。もうこの過ぎてますよ。1月の8日から NHK で、うんうん、書店員みちるの身の上話っていうドラマが始まったんですよ、はいはいはい、NHK でね。 NHK で、うん、夜です。10時55分とかかな、確か、はいはいはい、やったんですけどの主題歌になってるんですよ、その曲が。書店員みちるの身の上話。え？いや、かまんって言うたもんね。まあまあ、言いたい、うんうん、言いたい気持ちもわかります、それ。あ、それのタイアップになってると。はい、そうなんですよ。主題歌、エンディングテーマというか主題歌になっていて。どういう曲なんですか？どういう曲、うん、どういうこと、どういうそのテンポ的な。あ、テンポは結構ねアップです。おお、はい、いわゆる、日本オリジナルシングル第1弾、はいはい、第2弾のような、うん、こうチクタクとかね、そうそう、フォービドゥンラブみたいな、ちょっとアップな。まだそれはリリースされてないんでしょ、はい、リリースされてない。だからその曲を聴くのは、そのドラマを見ていただくか YouTube とかもありますし、うん、あとミューモは先行ダウンロード確か開始してるんですよ。へえ、それは多分もうダウンロードできたはずです。ああ、そうなんだ。はい、塩アローン、アローン、はい、アローン、アローンです。塩、これはもうぜひね、ドラマもでも見てください。面白いですよ。書店員みちるの、みちるの身の上、書店員でしたっけ。書店員、書店員、あれです、本屋さんです。本屋さんの、ね、本屋さんです。はい、いや、ぜひチェックしていただきたいですよ。毎週火曜日、毎週火曜日、はい、10時55分から55分だったと思います。1時間、いや30分です。30分、いわゆる夜ドラっていう風に言ってて、朝ドラあるじゃないですか、はいはいはい、毎日ある30分やったっけ、ね、梅ちゃん先生みたいな、はいはい、そう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 、あれの、まあ、なんか夜版みたいな。ただ1週間に1回なんですけど、それは、はいはいはい、夜ドラ枠で。へえ、それがユーキスの、はい、アロンがタイアップされてると、はい、ぜひ皆さんドラマも見て曲も聴いていただけたらなと。伊達夫先生が、はい、作詞、作詞ですされてるということで、させてもてます。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ガルベスです。真面目、真面目です。真面目だ。じゃあちょっとお便りっていいですか。はい、お願いします。2週分、はい、そうですよね。今年1年61巻の方ですね。見てた。今年1年お疲れ様でした。今年最後の仕事でしたね。何か感慨深いものが少し湧きました。週に一度の楽しみを持たせてもらいありがとうございます。ファラオ、無事仕事を終え帰還ですね。新幹線に間に合ってよかったです。鼻を吸ってられるように思いましたが、体調は大丈夫ですか。そして
最後の最後に重大発表でした。嬉しい発表でした。本名で活動とは新鮮ですね。 CM が28日から流れるんですね。イブマックスは何の会社でしょう。伊達夫先生との曲スタートラインを早く聞きたいです。 全国で流れるんですよね。加山達也さん、伊達夫先生、良いお年を迎えてくださいませ。来年も仕事を楽しみに待ってます。先輩達彦さん、伊達夫先生より支配された。やっぱり大事な告知はエンドロールの慌ただしい中でバタバタと。ブログの写真がリニューアルしてびっくりして、聞いていても何も触れへんかったのに、最後に加山達也に変わっても中身は変わらず死なんですね。名前が変わってもお腹おっぱについていくからね。良いお年を。で、62巻の方ですね。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。動画配信ならず、少し期待したので残念です。そして日本撮りでしたか。あれだけ来年連呼してたら仕方ないですね。かっこ爆笑ですが、一週も開けずに放送を聞いてファンとして幸せです。達也さん、ファンクラブに速攻で入りましたよ。ありがとうございます。動画見てめっちゃアップで嬉しかったし照れました。3年半ぶりのアルバム発売が決まりおめでとうございます。伊達夫先生のかっこいい、面白いと思われてることが全部入ってるなんて楽しみです。そして達也さんの声とメロディーがとても待ち遠しいです。ライブでしか歌ってない曲も入るなんてどれだろう、楽しみすぎる。あの曲ならいいな。でも今年も仕事し、あ、では今年も仕事し、加山達也さん、大館圭さんのご活躍を心より祈ってます。ガオ。キムコさん、明けましておめでとうございます。去年は話したかったのに話せなかったので、今年こそは話したいです。今年もよろしくお願いします。ムーさん、加山達也さん、こんにちは。シクラブ入りましたよ。アルバム、とっても楽しみです。どの曲が入っているのか予想しながら首を長くして待っていますね。母は最近、CM 重視でテレビを見るようになったわ、などと言っています。スタートライン、生で聴けるときを楽しみにしてます。先輩大好き子さん、明けおめことよろ。これからは2本撮り、3本撮り、はたまた1ヶ月、2ヶ月のため撮りになっていくんやろうな。お二人が忙しくなることは嬉しいことだけど、オンタイムの話題が聞けなくなるのは寂しいです。シシクラブの申し込みは完了したけど、私のミスでログインできていません。早くサイトの動画見たいです。加山達也さんのさらなる活躍を期待しています。ガオ。あとね、メールの方で、はい。いただいてるんで。はい。ちょっと待ってもらっていいですか？ちょっと待ってもらっていいですか。全然手際が、すいません、手際が、暑いぜ師匠氏、61巻も楽しく聞きましたよ。伊達夫先生の最初の10秒のガルベスが面白かったです。ファラワーにとってはそこは重要だと思います。ワクワクしながら待つ10秒、そしてエンディングの最後のコーンまでしっかり聞いていますよ。ぜひお二人も今日は何を話そうかなとドキドキワクワクしてください。かっこ笑い。そして最後の発表は本当に重大な発表でしたね。加山達也さんのスタートラインでもある CM ソング早く聞きたいです。ガオと。ありがとうございます。あ、見ました見ました、はい、ありがとうございます。ハッピーニュー達也と。達也改め、あ、でもそうですよね、ニュー達也ってことですよね。うっすうっす。達也改め加山達也&大館圭と。ありがとうございます。書いてくださってます。ありがとうございます。年末年始ね、その何ですか？はいはい。撮るだけ撮っといてっていう状態ですから、うん、結構皆さんからリアクションいただいて、そうですよ。ね、ほったらかしになってしまってますけど。そうです。あともう一通だけメールいただいてます。はい。はい、62巻も楽しく聞きましたよ。日本撮りでもいいじゃないですか。お二人がとても申し訳なそうでしたね。かっこ笑い。正直に言ってしまうところは人柄の良さなのでしょうね。話題は新年の意気込みのようなものを感じられてとても良かったです。この度私サイコさんとして加山達也さんを応援するためにファンクラブに入会しました。ありがとうございます。末永くよろしくお願いします。笑いガオという。ありがとうございます。ありがたいですね。そうですよね、ファンクラブができればそういうね、そうなんですよ、会員番号であったりとか、そうなんですよ、そういうことがね出てきますよね。そうそうそう、そういうファンクラブのね、はい、サイトみたいなのがあって、はい、そのファンクラブに、シシクラブに入会するには、うん、そのファンクラブサイトにまず登録しなきゃダメなんです、うん、会員登録を、うんうん、なるほど。それのね、やり方がね、僕もね、うん、聞かれるんですけど、僕もちょっとよく分かってなくてね、僕もちょっとその辺ちょっとなんでアナロガーなんで、アナロガーって、うん、ちょっと弱いんで、もうアナロガーっていうその ER つける感じがもうアナロガーやもんね。そんななんかアムラーみたいに言う感じがもうちょっと違うもん。そうですよ、シシクラブ、シシクラブ、ついにシシクラブが、シシクラブ無理を引きるわけですね。そうですよ、伊達夫先生がつけたね、はい、名前ですか。シシクラブ、いや僕がつけたんですか。
じゃないんですか。いや、シシクラブでええやんとは6回ぐらい言いましたよ。言いましたね、うん、言いました、言いました。ただ採用すると思わへんかったな。おいこらお前、シシクラブでええやんって78% ぐらいおふざけで言ってたのに。お前ほんまあかんで。いや、ええやん、でもシシクラブで。いや、いいよいいよ、シシクラブで。だからシシクラブって書いてたかな、書いてたんかな。何が？え、そのファンクラブの名前をね。いや、書いてるでしょ。書いてないの？加山達也ファンクラブって書いてた。あ、なってんのかもしれない。あなたがブログで書いたんじゃないですか。ああ、かもしれないね、うん、なんで全部手取り足取りを説明せなあかんねん。そうですよ、鼻ジュルジュル言ってますね。そうなんですよ、年末からね、体調ちょっと崩して、うん、ちょっと仕事がもう本当に年末結構タイトやったんですね、うん、タイトやったね。でそっから今日、もう今日までですよ、今日に至るまで一切治らず、うん、ちょっと下手したら2年前、約1年2年前ぐらいのあの悪夢がね僕にとっての、はいはいはい、あの魔の中耳炎という、うん、浸出性中耳炎というものがね、そのブログなりこの塩塩も喋ったよね。喋ってない、喋ってる喋ってる喋ってるよ、うん、そう、にじみ出るとか言ってっつって、うん、それ言いたがるよね。ちょっとその兆候がね若干あるんですよこれ。もうしつけが悪いからね、そうやって外出た赤いの出よるんやで。そうなんですよ、進出しよんねんて。進出違いやけどな。そう、まあ、いや、にじみ出ようが進み出ようが一緒ですよ。 そんなもの、そうなんですよ。僕しかもこれ、放送日が配信日が11日、うん、でしょ、うん、14日僕ライブなんですよ。あれあかんやん、東京でね。ほう、どこでやるんですか。エッグマンです。それ言うた方がいいと思いますよ、はい、渋谷のエッグマンで。珍しく中盤で告知するけど言うた方がいいと思いますよ。あの渋谷のエッグマンっていうところですね、うんうん、あのソングライダーズとかファルコ&シノとか、まあその、はい、大阪時代からの先輩後輩が、はい、なんかこの前もそんなメンツでやってたじゃないですか。やってます、やってます。あれはそれのなんかそのなんかあれですか、その同じタイトルの名前、イベントタイトルは違いますけど、あ、東京では一緒です。もうそれの今回ボリュームなんとかですか、なんとかですね、あ、なるほどなるほど。それに出させていただくんですが、うんうん、でもあれじゃないですか、じゃあ加山達也として一発目のライブ、一発目なんですけど、はい、その時フライヤーデータを上げてる時は、うん、あの達也で投げてるんで、ゴテゴテやね、ゴテゴテ、ゴテ感やばいね、うん、あかんやんか。そう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 、いや、まあそこで発表したらそうだね、加、うん、山達也で、ね、なりますっつって、うん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 、うん、なるほどね。そうなんですよ。いや、早直さな、じゃあ。そうやねんな、ほんま、ちょっとほんまやばいなと思ってて、それなんでかって言ったら、うん、その前回左耳が鳴った時の、うん、その時の、あのライブ、うん、その病院に行く前のライブの時に、うん、あのね、渋谷のデュオってとこで僕ライブしたんですよ、はいはい、でその時生音かなんかやったんですけど、はい、あのね、左耳がもう聞こえなかったんです、うん、ほとんど、うんうんうん、要は海の中におるみたいな、はいはいはい、水の中におるみたいな、こもってて、はいはいはい、これちょっとまずいなっつって病院行ったわけですよ、はい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 、テレビ見てても左耳だけちょっと聞こえにくいとか、はいはい、詰まってる感じがして、ね、そう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 、うん、まあ、にじみ出とるからね、にじみ出とるからね、海の中と一緒やからね。そう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 、うん、でそこまで今は全然ひどくないけど、うん、なんせ鼻かんでるから。いやいや、それさっきからなんかこの収録前の、うん、褒めろ、30分ぐらい前から言うてるけど、うん、全然そんな、もう全然心に届かない。褒めろよお前。お前で全然響かへん、うっせえ、青ちゃうか思ってんの。鼻をかむことか。こいつ青ちゃうか思ってんの、うん、鼻かまないからね、鼻かまない、ね、はいはい、うん、いや、もうちょっとかまない、やってられへんな思って、うん、噛んでる。いやいや、もう、ね、もうにじみ出てる時点でダメやからね、もう。出てきてるもんが、うん、もう全然間に合ってないから、やせやね、ちょっとな、ちょっとほんままずいな、まあ、直さなあかんね。でもね、14日そうなんですよ。何分歌うんですか。25分ですね。あ、長い。まあまあ5曲ぐらい、はい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 、はい、6時過ぎぐらいから。なるほどなるほど。ぜひ、あの出てるメンツもね、うん、結構それの話した方がいいよね。告知し、なんか触りだけ触ってしてないけど、ちゃんと出てるメンツも結構、あの東京で、まあ、ワンマンとかちょこちょこやってらっしゃる人たちが多いメンツで、うんうん、多分ライブもね面白いと思うんで、それじゃあちゃんと告知してください。渋谷、うん、エッグマン、6時過ぎ歌います。1月14日ね、1月14日、はい、何曜日？14日、あ、
成人の日じゃないですか。成人の日月曜日やんか。そうそうそう、はい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 、なるほど。成人の方はね、成人し終わりで、もうそんな無理にカゴつけんでいいって、別に。なんか別に成人のことやらへんやろ、た、なんも別に。やらへん。いや、なんか、もうだってでも成人でさ、もう全然もうライブの話終わっちゃうけどさ、成人の、成人式、うん、何年前よ、9年前か。え、あれ数えじゃないっけ。違う違う、俺らはもう、俺らは6月やんか、うん、なんか20歳になった年や。はあはあ。だから20歳の時に、そう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 。ってことでしょ、うん、うんうん。9年前ですよ、だから。早いな。うん。何してたの成人式。その話する、それなんか去年もしたと思うで俺。うっせや。ほんま。ライブやったとかいう話したもん俺。成人式、うん、あ、そうやったっけ。したした。俺は、あの、もう今はなき、六本木コアっていうクラブがあって、うん、コアでライブしてました僕はその日。あ、そう。あ、東京おったんか、はい、もう東京です僕は。ああね、俺あれですよ、小学校行きましたよ成人式。東大阪アリーナ行って、うん、バリローカル、やばいやろ。バリローカル、東大阪市民の集まりは東大阪アリーナのね、はいはい、八重里のね、はいはい、小学校近かったでしょ、はい、当時バリローカルの話してるやん。八重里公園からね、うん、そこから行きましたよ。興味あんのかな東大阪アリーナの話。そうそうそうそ う, そ う, そう。お正月何してたんですか。お正月はね、1日はゆっくりしましたよ僕、もう1日中家おったんちゃうかな。あ、俺もね、本当に久しぶりに1、うん、罪悪感感じるぐらいテレビ見たね。ああ、そう、1日はもう1日はね、うん、僕31日もおじきが家に来て仕事しましたからね。あの西岡のおじきがね、はい、はい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 。でも1日ぐらいはちょっとそうね、ゆっくりしようかなと思ってね。うちね、はい、手羽先出たんですか。手羽先はさ、始終出るよそんなもん。そんなものは毎日出るんだ。ちなみに逆に正月は出ないよ。逆におせちを食うから。あ、うん、いや、母親のね、ほ、実家の、うん、こ、まあ、すげえもう個人的な話で、うん、どうでもいいわってみんな言うと思うんですけど、うん、母親の実家、おばあちゃんの家に行ったんですよ。1月3日の日かな確か、うん、で、親戚周りでは僕らの世代、僕が結構年齢下な方なんですね。はいはいはい、だからいとこたちはもう結構上なんだね。もう上なんですよ。30後半とか、はい、うん、もう40見えてる人たちもいて、うんうん、まあ、子供いるわけですよ。はいはいはい、だから僕の、まあ、僕に子供がいれば、うん、はとこ、はいはい、またいとこはとこになる子たちがいるわけですね。はいはい、で、もうその子たちが中学生とかなんですよ、大きい子は、うんうん、中3女子なんですよ。うんうん、なんもすごいこう、なんですか、うん、思春期やし、うん、もう一人間じゃないです か,、うんうん、だかその子らも来てて、うん、でまた別 の, あのいとこが子供産んだばっかりなんですよね、うん、最近。おうおう、でその子はまだ何ヶ月とかいうレベルで、はい、だから大きい中学生の、ことその子ははとこですよ言うたら、また、うん、ちょっと分かりにくいですけど、うんうん、でその大きいもう中学生とか小学生のいとこの子供たちを見たのが、うん、僕その親戚の赤子たちの最後なんですね。はいはいはい、はい、言うてる意味分かります。分かります、分かります。それがね、3、4年前、うん、もっと前かな、4、5年前なんですよ、うん、その子たちが子供の頃に親戚で集まってるのがもう見て、うん、その子らもまあ別にいつも会うわけじゃないし、うん、全然見てないわけですよ、うんうんうん、だ4、5年経ってもその子らは今中学生小学生になって、ね、うん、また最近違ういとこが子供を産むわけですよ、うんうんうん、で赤ちゃんでしょ、はい、僕5年前やとしたら25とかね、4とか、ね、4とか5じゃないですか、うん、で今もう今年30でしょ、うん、その子ら大きくなった子たちが子供の時あやしてた気持ちともちょっとやっぱちゃうんですよ。ほう、お前が、そうそう、僕が中学3年生とかの子たちとあそをあやしてあげてた時と今そのできたてというか生まれたてのあやす気持ち、それはどういう違いなの。いや、どういう意味での違いなの。やっぱ子供がそういう何ですか、30年周期ぐらいに子供たちが増えてくるわけじゃないですか、うん、昔僕らもそうやったわけじゃないですか、うん、その家では、うん、で、また子供が集まったらジャーッとなるでしょ、うん、ぐちゃぐちゃになるじゃないですか、うんうん、でもう親戚が集まってる時ぐらいそのお母さんは、うん、子供のお母さんは手離したいじゃないですか、うん、おばちゃんらに預けれる、うん、おばあちゃんらにも預けれるし、うん、でみんなでご飯食べてるときに、うん、あんたぼっとしてんのやったら、うん、ちょっと抱いといたりと言われたんですよ、うん、僕ね抱けんの
いやいやもうほんと怖いですよ、恐怖恐怖本当に。ただこう抱いてこの足の上にね、うん、このあぐらをかいた足というか膝、うん、太ももの上にこう置いて僕もこう駅伝見てたわけですよ。ほんならなんかね、うん、その経験がやっぱり 4,5 年前なわけです、はいはい、前にやってることが、うん、でうわこの子が自分の子やと思ったら、うん、もう震えるな思って、うん、まあ全然ありえますからね、うん、えぐっと思って、うん、っていう話です。いやあのね、まあそれを広げるというかね、わかるよ、わかるよ、わかるけど、うん、なんだろう、その量広いとだった、うん、あなたがね、先生がね、新年早々、新年早々、いやもうそのなんかプライベート感が出てたから、うん、はいはい、あなたが、うん、その子供を抱いてる姿がまずもう俺は想像がつかないわけ、はい、ね、はい。子供なんて僕好きじゃないですか。いやいや俺嫌いみたいに言うな。僕は好きじゃないですか。はいはいはい、あなんかその子供をあやしてるなり、うん、抱いてるなんてことは恥ずかしい、恥ずかしいですよ。我が子以外ないだろうと僕は思ってたぐらい、ね、自分の子以外ね。そう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 。はいはいはい、でそれをこう抱えてなったら、うん、それはやっぱそれはねなんかこう父親としてのね、うん、本能というかね不正、うん、なんていうかな。不正本能というかね、ならぬそう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 、はいはい、みたいなものが多分芽生えたんやと思うで、うん、芽生えたって前からあるわ。いやいや、なんでそんなに気づくねん。ないない。いや僕ね親戚とかならあやしたり、うん、抱っこしたりしますよ、うんうん、いやほんまは子供好きなんですよ。いや似合わんなお前。そんな似合わんことある。いや、ここいやマジで似合わん。あかんねえねえ、その、ま、この何がすごいって思ったかっていうと、うん、あのね、保温力、この温かみ、このもうずっと俺今テレサあなたに教えてるだけやけど、この膝の上に、うん、太ももの上に置いてこの腰にかけてこう、うん、赤ん坊をこう抱えてた時の、うん、もうこのなんかアクションしすぎて俺マイクの位置もようわからなくなってるけど、ここ一体赤ちゃん抱いてるこの一体の温かさね、はいはいはい、これはねもうどんな床暖でも再現できない。また名言吐くやろ。こんな床暖ないよ。床じゃないけど。いやそうだよ、うん、だからそのぬくもりをあなたは今まで感じてこなかった、うん、いや感じてるわボケ。感じてこなかった。感じてるわ。感じてこなかったんだよ。感じてたが、だって子供好きっていうまずイメージもないし、うん、言葉も聞いたことないし、子供っていう言葉も聞いたことがない。赤ちゃんっていうワードを聞いたことがないもん。いや言わない、日常で確かに言わない。そうやろ、うん、いやもうなんか赤ちゃんって恥ずかしいよね、言うのちゃんって。いえ、アメちゃん言うやろ。アメちゃんはだって、うん、まあ、うん、いや例えばね、うん、その赤ちゃんを抱きましたっつって、うん、そのそれがまあそれこそ5年前やったら、うん、そんな多分ね、本なんかこう、そうなんですよ、それを言ってるんですよ。でしょ、そういうことでしょ。スタンスがもうね全然違うんですよ。そういうことでしょ、はい、あこれが自分の子やったらって思ったわけでしょ。そうです、震えたわけでしょ。そう、あの思っあの自分の子供やったらって思うっていうか、もう感じた、感じたやろ、うん、だからそれが芽生えたんだよ、やっと今年。あかん、鬱陶しい。ゴリゴリ鬱陶しいぞこれ。ちなみにさ、うん、ちなみにお年玉あげたんですか。お年玉はあげてないです。なんでなんですか。お年玉はね、あげなさいよちゃんと。あげてないです。あげなきゃダメじゃないですか。あげます、来年はあげます。来年あげますか。男30、来年はあげます。男30、来年はあげんとね、はい、はい、それなんか赤ちゃん小学生、うん、中学生とか高校生とかでしょ、うん、そのなんか何歳やったらこう、ちょっと変な話ですけどね、うん、あるじゃないですかそういうの。金額の問題ですか。金額の問題。あーでもどうですかね、あのどうですかね。いやまあ買えるんでしょうけどね、うん、ただなんかいとこのお兄ちゃんお姉ちゃんですじゃないですか、うん、僕からしたらに、うんうんうん、はい、これこの子らの分ねって渡すのもなんか違いますよね。僕ね、いとこのお姉ちゃん、僕の10個上のいとこのお姉ちゃんから、うん、僕高校生までもらってましたよ。高3までもらったかな。だから毎年その時はお姉さんは、あ、いとこのお姉さんは28ってことでしょ。28。俺いとこのお姉ちゃんが働き始めてからやから、20か21ぐらいから、から28ぐらいまで毎年くれてた。うん、ね、なんでそうなんでしたね。じゃあいとこがいとこのさ、うん、子にあげるっていう感覚。ああいや、ああはー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 、いやなんかそれはちょっと逆なんですよ。だから僕からしたらお兄ちゃんお姉ちゃんなんで、この子らの分野でって言ってちょっとお金を渡すっていうのにがなんか変な感じなんですよ。あ、ね、あなたがもらう分には
まだもらったことないですよ、成立するけどって、はいはい、なんかだからこの子らにあげた方がいいのかな、ちょっと感じてたかもしれへんで、ええ、だからずっと一人でアイス食べてたかな大須先生の近くでうん、そっか、いやまあ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 ね、でも本当ね、あの、うん、面白いです、みんな顔似てるんで面白いですよね、あ親戚って、はい、似てる、顔似てます、へえ、でなんかちょっとずつ違うやつに似ていったりするんですよ、小さい時はこの子に似てたのに、うん、大きくなったらこっちの子の方に似てるとか、うーん、あるよね、うん、そのあなたの先生のお母さんの、うん、家系じゃない、うん、その例えば、旦那さんをもらった人とか、ああそういうこと、奥さんをもらった人とか、ね、そっちの方のね、うん、いや母親でもあるんですよやっぱり、あのあなたはでもお母さんにですよね、いやでもこれが分かんないと思えば分かんなくなると思うんですよね、母親も、うん、おじいちゃんにだと思ってたんですよ、うん、おじいちゃんの方に顔似てると思ってたんですけど、うん、やっぱだんだん年をね、うん、母親も取ってくると、うん、おばあちゃんの方に顔がね、あ、似てきたなと思う瞬間があったりね、うん、なんか僕らもあると思いますよ多分、多分ね、はい、どっちがどっちかのなんかその顔を持ってるってこと、そう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 、そうですよ、うん、でね、今これエンドロール流れてきましたけどね、はい、はい、今夜ですね、はい、ほんまや、2013年、まあ、初収録の、ほんまや、エンディングはなんでそれいや久々に聞いたな、今夜ですね、いや初心ですよ僕らのこれ、はいはいはい、一緒にね作品を作った何を鑑賞に浸ってるんですか、いやいいじゃないですか、はい、一発目ぐらい、2013年、こっから走るんだよ2013年は、どうしたんどうしたんどうしたん、どう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 ぞどう、いや誰がや誰がやそうですよ、なるほどね、まあじゃあ、1月14日の1月14日、本当にね、もしお時間、あと、まあ、場所も東京ですけど、関東ですけど、うん、があれば、ぜひ、渋谷のエッグマンに来ていただいて、ライブを見ていただければなと思います。入り口で僕の名前言ってくれたら、多分ディスカウントされるんで、浸出性って言ったらディスカウントし、中耳炎、浸出性、にじみ出るの方って言ってもらえれば、もう、こうへんわ、それ、言いにくすぎて。いけると思うんでよろしくお願いします、はい、ということで、はい、2013年、一発目の収録で、2発目の配信ですが、はい、第四条年63巻、この辺で終わりたいなと思います。それでは加山達也と大田哲也の四条年、また来週ガオ。未来を捨てても構わない。
山は